皆さんこんにちは。桜がこんなにも満開です。遠くに聞こえるのは小川のせせらぎ、そして小鳥たちの声、聞こえますか？風が吹くとピンクの花びらが風にくすぐられて舞い降りてきます。映るかな？地面には桜の花びらの絨毯、優しい心地のいい時間がここにはあります。世界がこの優しさで包まれていきますように。こんにちは。今日は山の中に来ています。森の中に広い太陽の光が差し込む場所を見つけて入ってみると、これは何かの落葉樹、夏にはここに葉っぱがいっぱい茂っているのでしょうね。そのおかげでここの周りには木が生えていなくて、ここには太陽の光が地面まで差し込んでいます。3本の木がトライアングルを作っているんですね。素晴らしい場所です。やっと会いに来れました。山の神様、この山の主です。素晴らしい枝の張りぶりと、もう何年もの間ここに鎮座しています。近くには小川が流れていて、この川のせせらぎをもうここで何年も何年も聞き続けてきました。豊かな森の中でどれだけの時をここで過ごしてきたのでしょう。皆さんにもこの木の生命力を。ことしちょる。